はい、ふときです。38回目は蛍光天皇となります。早速参りましょう。はい、でこの巻第7の主人公ですが、大たらし彦お城分けのスメラミこと蛍光天皇です。マキ第7はですね、この蛍光天皇さんが主人公なんですけれども、まあ、もう一人、聖武天皇さんの名前もですね、一緒に並んでるんですが、聖武天皇さんはほとんど記載がないんですよ。なんで、ほぼ蛍光天皇です。しかもですね、この蛍光天皇も、まあ、その蛍光天皇さんの実績だけが書いてあるわけではなくてですね、ここに、まあ、日本の神話上最も有名な英雄である、ヤマトタケルノミコト、っていう方のですね、お話っていうのがほぼかなり多く見られております。ですので、この巻第7はですね、蛍光天皇と大和武尊のお話が中心になって進めてまいります。それでは参りましょう。日本書紀、巻第7、蛍光天皇。はい。で、この、蛍光天皇の都の場所なんですけど、まあ、同じ巻向ですね。まあ、その前の前の天皇さんと一緒で、巻向遺跡の中にあります。で、菱宮というところにね、都を作られているんですけど、どうもこちらに住むようになったのは結構先の話みたいです。どうもこの天皇さんはですね、旅行好きだったのか、いろんなところに行ってるんですよね。まあ、そんなこともあって、こちらの都で落ち着くのに結構数年経っているようです。はい。でですね、巻第7もですね、他の天皇の巻と同じように、この天皇様の執事であったり、まあ、誰々がお母さんですとかね、お父さんですとかね、あと、奥さんが誰かっていうところの紹介から始まっております。で、その奥さんの紹介がすごいんですよ、この蛍光天皇。とても奥さんがたくさんいらっしゃって、しかも子供もたくさんいる。で、お子さんが80人ぐらいいらっしゃるんですかね。ちょっとたくさんいらっしゃるで、おそらく全部は書いてないと思うんですけど、日本書紀の中にも。まあ、そんなわけでですね、たくさんお子さんがいる、で、奥さんたくさんいる、蛍光天皇なんですけど、そんな天皇の子供の中に、かなり有名なお子さんがいらっしゃいます。日本書紀の中で、そのお子さんの誕生の時がですね、しっかり描かれているので、まずはそこを紹介したいと存じます。蛍光天皇の皇后の播磨の稲美の大イラツメが妊娠なされました。そして、出産の時を迎えるのですが、難産となりました。日本書紀にはですね、難産という記載は示されておりません。ただですね、ここもう少し話を進ませていただきます。蛍光天皇は出産が終わるまで臼を背負って産屋に周りを巡りました。こういう習俗が昔あったみたいですね。ですので、奥さんが出産してる最中をですね、旦那さんがこうやって臼を背負ってですね、家の周りを巡っているっていうようなことをしていたようです。赤子の泣き声を聞き、蛍光天皇は出産が終わったと安堵しました。しかし、なんと赤子は双子でした。まだ双子の赤ちゃんがお腹の中にいます。というわけでですね、出産はなかなか終わらずにね、こうやって蛍光天皇も臼を背負ってぐる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 お家の周りを回り続けることになりました。ということなんですけどね。まあ、ここまではっきり日本書紀には書いてありませんが、まあ、臼に向かって、まあ、なんか叫んだっていうことぐらいは日本書紀に書いてあったりします。はい。こうして誕生した双子がですのでね、大臼の御子と、大臼の御子と、名付けられました。この、臼っていう字がですね、どうやらもう難産ということを意味しているようです。はい。でですね、この大臼の御子がですね、
次の主人公となります大和武尊命となられるお方になります。幼い時はまだ大和のオグナというような名前もあったようです。まあ何にせよ大和っていう名前はもう国を代表するというかもう国の名前なんでね、もうもろ神話って感じがするお名前ですね。はい、弟はいいとして、お兄さんの大臼の巫女はですね、ちょっと困ったちゃんとして日本書紀に記載されています。ある時、景行天皇は美濃の国には美しい女性が多いと噂を聞き、家臣を連れて行幸なされました。景行天皇はですね、ちょっと移動する、まあ、旅行するのが好きだったみたいで、この時も美濃の国にですね、行幸されてます。でですね、行幸された場所が、現在の岐阜県可児市のくくり付近かと思われるところに行幸されたそうで、そこにくくりの宮というようなね、仮宮を建てられたようです。で、このくくりの宮でですね、美人をナンパしてゲットするっていうね、結構しょうもないようなことが日本書紀に書いてあるんですけど、この時ゲットしたですね、女性がですね、八坂の入り彦、主神天皇のですね、息子さんの八坂の入り彦の娘さんの乙姫と八坂の入り姫を、置き先にいてます。ただ、乙姫さんはですね、あまり、まあ、公設の道、まあ、置き先になることをね、ちょっと嫌だったみたいで、お姉さんの八坂の入姫さんが、景行天皇の置き先になられたようです。まあ、この二人の女性の話は良いのですが、景行天皇、この二人の女性だけでは満足しませんでした。景行天皇は、美濃の国造りの娘が、美しいとの評判を聞き、息子の大臼の巫女にその娘たちの容姿を確認するように派遣しました。まあ景行天皇かなり女性好きですよね。奥さん何人もいるのに、まだまだ綺麗な女性がいると言ったらやっぱり気になって仕方がないというわけでね。というわけで息子の大臼の巫女を派遣します。これ皆さんどう思いますかね。ね、女性好きだったら自分で見に行きたいと思うんですけど、やっぱりね、天皇ともなられると自分で見に行くわけにもいかないっていうのはまあわかるんですけど、ただね、同じ男にね、その姿を見に行かせるっていうのはね、やっぱりいろいろ危険が伴うと思うんですけどね。うん、私はちょっとこの辺の感覚がよくわかりません。やっぱり何としてでも自分で見に行こうとすると思うんですけどね。はい。まあただやっぱり自分の息子に見に行かせているので、まあそれだけこの大臼の巫女をおそらくは信頼していたと思うんですよ。ただ、まあその信頼が仇となってしまいました。大臼の巫女は娘たちにお会いになり、密かに二人と通じてしまうとそのまま覆面しませんでした。いやはや、まあミイラ取りがミイラになってしまった的なね、感じなんでしょうかね。まあ、神話あるあるですよね。女性の姿をね、こうやって確認させに行ったら、その人が女性を好きになってしまうっていう、まあ、神話だけじゃなくて、もう恋愛小説、恋愛ドラマ、まあ、古今東西何でもよくある話ですね。日本書紀でもこの手の話は、この後にもまあ、何回か出てきます。はい。ただまあ、結局のところ、景行天皇はですね、この大臼の巫女にですね、まあ、女性を取られてしまうっていうような形になってしまいます。もちろん、景行天皇は、自分の息子の大臼の巫女のことを大変お恨みになられます。この時点では、まあ、恨みますっていうだけで、日本書紀の中では終わっています。ただですね、結局、景行天皇は、まあ、美濃に行って、でまあ、行幸されていたんですけれども、その美濃の行幸を引き上げて大和の国に、帰られています。まあよっぽどご立腹なさったんでしょうね。はい。美濃の国より帰ってこられた景行天皇ですが、そこに九州の熊祖が反乱を起こしたとの連絡が入りました。それまで九州、西国はですね、比較的穏やかだったんですけれども、この景行天皇の御代にですね、突如、熊祖が反乱を起こします。
ここからがこの景行天皇の真骨頂とも言えるようなところになります。景行天皇は反乱を鎮圧するため自ら軍を率いて津久市の国に行幸なされました。大臼の巫女の件でよっぽど鬱憤が溜まっていたのか、それとももともとかなりの武闘派だったのか、景行天皇は自ら軍を率いて九州に赴くことになりました。ここからは景行天皇のある意味での侵略戦争の始まりとなります。英雄色を好むというものなんでしょうか。なぜ景行天皇のお妃と子供がたくさんいるのか、それはこの侵略戦争に端を発しているのです。こうして景行天皇は熊襲征討のため九州の地に赴くのでした。神話のヒーロー大和武尊のお父さん景行天皇の軍記物語がいよいよ始まります。いやはやお疲れ様でした。巻第7始まりましたね。はい、まあ毎回初回は大変なんですけれども、この景行天皇はね、特に初回の説明がもう女性絡みのことばっかりだったんで、ちょっとまあね、うんざりするようなところもあるんですけれども、まあいよいよね、ここから軍記物語、まあ軍事的なね、侵略戦争っていう部分が始まっていきます。これ私全然知らなかったんですよ。どうしてもね、大和武尊の命のね、影に隠れてしまってお父さんの印象って全くなかったんですけども、まあ、このお父さん調べてみると本当戦争をいっぱいやってますよね。まあ、特に九州に自ら赴くっていうのはもう神武天皇以来じゃないですか。神武天皇ぐらいでしょ。自ら軍を率いて戦争しに行くっていうのは。まあ、それくらい久しぶりの軍記物語となっております。というわけで今回はここまでとさせていただきます。次回はカムナツソ姫です。ぜひ次回もよろしくお願いいたします。